はいどうも、皆さんこんにちは。30周年ね、おめでとうございます。冒険です。じゃあね、ガチャやっていきたいと思います。今ね、夜中のね0時40分、50分ほど前にね、まああれですね、30周年を迎えたということで、ガチャね、引いていきたいと思います。課金はねずっとしてなかった気するんですけどね、いっぱい最近ね配布されるんでね、やっていきましょう。10連10連とね、ちょっと今重たかったね。はい、じゃあ10連10連やっていきましょうか。まあね、ロトが当たるか、まあ、ルビスですね、今回。まあ、いろいろあるんですね。ルビスといえば、まあね、精霊ルビスかなんかですよね。先日行ったね、幕張メッセの、まだか。幕張メッセのね、竜王迷宮のリアル脱出イベントがあったんですけどね。ずっと待ってるんですけどね。リアル脱出ゲーム、そこでね、精霊ルビスの話も出てきたぐらいなんで、来た。おー、盾。やったやった。一番欲しいかな、ロトでは。回復がね、ほんとね、これが一番優秀なんでね、未だにね。これの回復が欲しかったんで、ね、2ヶ月ぐらい前に一番欲しかったんですけどね。まあ、オッケー。これがないとね、結構ね、大変だったんでね。はい、じゃあとりあえず1個かな、星5確定分、ですからね、それで1個出たと。まあロトがしっかり出たんでね。おっ、やった、ルビス出たじゃん。鎧上、これ結構いいのかなね。金色でかっこいいっすよね。セントセイヤみたいですね。まあ僕セントセイヤの世代ではないですけど、かっこいいかっこいいね。大放出ですね。2個も出るなんてね、なかなかいいですね。はい、じゃあそろそろ終わりかな。お、切ったと、これはまあ槍か。初期の槍ですね。ほぼ初期の槍ですよね、これで。まあまあ、超最初ではないですけど、最初は、あれでしたもんね、ミラクルソードかなんかしたよね。いやー、3つはいいんじゃないですかね。いや、よかったよかった。割とね、当たり引いたかなって感じですね。なんかやっぱモーション的にも、なんか、これずっと30連引けんの？マジか。ずっとなんか、毎回書いてあるわ。毎回星5確定なんだ。ってことで、まあ、あと2回、30連今回しましょうか。じゃあ今度は天空と、あ、でも天空か。天空ぶっちゃけ持ってないんで、もう全部ロトでいいかな。天空シリーズ別に、そんないらないかな。うん。ロトの、どっちかっつったら、つうか、ロトのル、剣？あ、ルビスの剣ってあるんだね。これがどんな効果か。あ、今回あんまりいい感じしないけどね。なんかさっきの方がモーション的になんかかっこよかった気がする。なんか若干の違いがあるってね、ガチャ引きまくってる人は言ってるんですけどね。はい、じゃあ、まあこの辺はね、よく出るかな。まあ今回もロト引きましょうか。30連いくんでね。まあね、30連、まあ金額的には1万円ぐらいなんですけど、まあ3000ジェム今回ね、もらったのと、あとは、その先日ね、お詫びジェムが5000円ぐらい確かありましたよね。それも、ほぼほぼ使ってなかったんで、結構ね、星ドラ、こっそりね、動画配信とか関係なしで、引きまくってはいるんですけどね。まあ、それでもね、ジェムの配布が結構あるんで、まあ、それもあってか、1000万ダウンロード結構早めに達成しましたけどね。はい、まあ、ちょっと、防具とか武器とか出すぎなんで、ちょっとこの後多分処分しないといけないと思うんですけど、今回渋いね。全然出ないね。はい。毎回星5確定とかあんまないもんね。はい、じゃあ今回は星5確定1個を期待しながら待ちましょうか。他は多分しょぼいな。来たねー。来い。持ってるし、まあこれはね、錬金で、まあプラスつけると。まあスパイカーマーつけても、あんま大したもんなかったよね。これは育成上手。これか、これだけか。いや、今回かなりダメでしたね。ダメって言うとあれだけどね、確定分あるんでね。はい、じゃあすごいな。毎回ってやっぱすごいな。これで引きまくる人いるかもしれないですね。いや、ルビスの光っていうのがなんか結構注目ですけどね。これパーセンテージ変わんないよね。提供割合が 10%。10% なんだ。で、こっちが提供割合が、まあ一緒だよね。10% か。まあ僕が欲しいのはやっぱ、まあ星付けしないんでね、天空1個も持ってないんで、ロトでいいかな。はい、じゃあちょっと、この辺ね。はい、ではね、ラスト10連やっていきたいと思います。ロトですね。ロトの、まあこれで終わりかな。
まあね、配布されたジム、ここで使えばよかったな。先週ぐらいね、一回引いたんですけどね。はい、では来ました。来い。ドラゴンかな。あ、じゃこれはグレートマントの下。嬉しくないかな。どうなんだろう。まあ、割とゾーマあたりで出た装備だったね。確かね。ゾーマか。オッケーオッケー。いやー、30連つってもね、最初のやつは結構ね、3つぐらい出ましたけど、グレートマントとその前がスパイクでしたもんね。まあ特に、スパイクかーって感じですね。お、なんかかっこいいけどね、デーモンスピア。まあこの辺もね、処分ですね。よし、4。なんかモーションが遅いな。今バグったね。はい、なんか重たいのかな。はい。まあ、まだ今回の10連も1個だけっすね。幻魔の鎧。お、あー。やっぱね、ぴょんぴょんって綺麗にね。いやー、モーションやっぱり。はい。まあね、星4以下はやっぱあんまいらないかな。10% ですもんね。まあ、確定分が今さっきのやつかな。はい。じゃあ、引きましょうか。っていうか、スキップ押せばいいですね。お、来たー。ドラゴンシールドか。あれかなと思った。なんかドラゴンシールドか。まあでも、盾はね、さっきロット当たったんでいらないかな。まあでも、今回2個当たりましたね。あれに似て、邪神系に似てたんで、邪神が出たと思ったんですけどね。ドラゴンシールド。2回目のやつですね。あ、普通に引きましょうか。普通にあとね、1000あるんで、3連引きましょう。いいの来ないかな。なんかかっこいいけどね、これね。炎の爪。結構嬉しいけどね、シリーズ的には炎の爪ね。メラミか。まあ、いらんね。はい、じゃあ、あと2連かな。連続で引けないのか、これ。はい、ではね、最後2つやっていきたいと思います。全然だな。つうか、10連引かないとなんかこう、一個一個って結構面倒だね。今まで10連ばっかりしたけど。まあ、ラストね、これでいいの出ないかな。まあまあ、ジムがね、大量配布されるんでね。はい、全然出なかったね。はい、じゃあ以上でね、31応3連ぐらいのね、動画でした。まあね、いいのっていうのは、まあ、あまり、そんな出なかったですけど、ルビスの鎧かなんかかな。上出たのと、あと盾がね、嬉しかったね。はい、以上です。はい、失礼します。